な。うん。困ったな。はあ。どうだ。いや。はあ。あの。頼みたいことがあるんだけど。Thank you.
キリト、どうかしたの？今、何か聞こえなかったか？獣の鳴き声みたいな。本当だ。確かに聞こえたよ。ここからそう遠くはないみたいだね。行ってみるか。たかが獣と侮るつもりはない。しかし挑んでくるのならば容赦はしない。多勢であろうとひるむものか。オルティナノスの剣撃、いかなるものかを知ればいい。余計なこと。私一人で十分だ。いくら君が強くても、こんな数を相手にするのは危険だぜ、お嬢さん。ごめんね、こいつ言い出したら聞かないんだ。好きにすればいい。だが、そのふざけた呼び方を今すぐ改める。なら教えてくれ、君の名前は。私の名はメディナ。意志を継ぎ戦うものだ。行くぞ。大丈夫か、二人とも。僕は平気だよ。メディナは？ムカつく。え？助けてくれなどと私は頼んでいない。とは言ってもさっきの状況に一人で挑むのは無謀だと思うぞ。無謀と思えるくらいの試練でいいんだ。そうでなければ何のために剣技を磨く旅に出たのか。剣技を磨く旅？ひょっとしてメディナも剣士なの？どうでもいいだろう。もしかして行き先もザッカリアだったりして。うん、当たっているみたいだぞ。勝手に推測するな。もしメディナもザッカリアを目指しているなら、これ以上話すことはない。どうする、キリト？この道の向かう先はザッカリアなんだろ。だったらせっかく目的地が同じなんだから。なんだ。一緒にザッカリア行かないか。私にはやるべきことがある。貴様たちとのんきに旅をしてはいられない。僕たちにもやるべきことはあるよ。なあ、別に旅を楽しくするために一緒に行こうってわけじゃないさ。一人で旅をしていたらまたさっきみたいな状況に陥って危ないかもしれないだろ。けど同行者がいれば少しは安全なんじゃないかな。しかし目的は違うかもしれないけど、ザッカリアを目指すまでは協力できると思う。お互いの目的を果たすためにもそれが賢明じゃないかな。そうだな。ただし条件がある。なんだ。余計な詮索はせずザッカリアで別れる。そして道中は私の行動に口を挟むな。獣を相手取り剣技を磨くことも私の目的の一つだ。それを邪魔されるわけにはいかない。分かったけど無理はするなよ。貴様らの指図は受けん。私は私のやるべきことをする。指図するつもりはないさ。短い間だけど仲間としてよろしくな。仲間だと？よろしくね、メディナ。本当にこの者たちは一体何なんだ。
つくが、ここで死ぬわけにはいかないのも事実だ。私にはやるべきことがあるんだ。お疲れ様。ふっ。
ね。よし。ありがとう。